それでは本日のメインイベント、EWGP ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。赤コーナー瀬戸康史、青コーナー EWGP ヘビー級選手権者力丸のりお。レフリーレストン徳。はい、いよいよ本日の最後の試合、メインイベント EWGP ヘビー級選手権試合60分一本勝負で争われます。瀬戸選手はですね、10年前のエースだったんですけど、10年のブランクを経て去年復帰してですね、やっと、はい、このタイトルにこぎつけたと。はい、力丸選手は昨年の年末の試合でですね、前チャンピオンの陣浩二を失神に追い込んでベルトを取ってるんですよ。なるほど、はい、ということは力丸選手初防衛戦ということですか。そうですね、今日が初防衛戦ですね。第16代王者初防衛戦、本日迎えております。びっくりした展開ですね。さあ、足を決めていく瀬戸康史。チャレンジャーの瀬戸選手はいかにも正統派という、そうですね、名前とファイトスタイルというか、はい、かなり屈辱なファイトスタイルですね。私も十数年前に来てましたけども、はい、小橋健太さん、そうですね、はい、健太のようなイメージを持ってますね、はい、小橋選手がすごい好きで、パンツとかにもその今履いてるショートパンツもその模様が小橋健太選手のモデルとちょっと真似てるような感じなんで。なるほど、はい、10年前ですか、は当初のチャンピオンは大門誠選手で、それに2度ほど挑戦してるんですよ。それでベルトに一番近かった男なんですけど、そこからやっぱり10年のブランクがあって、今回はかなり気合が入ってますね。ですね、はい。対する力丸のりお選手も落ち着いた立ち上がりですね。かなり表情から余裕がありますね。はい、歴代 のチャンピオン像とはちょっと違う、ね、違った感じで、はい、弱いやつ、自分より弱いやつとしか防衛戦をしないっていうのを公言してるんですよ。だから今回は力丸選手からしてみれば、瀬戸康史は俺より弱いやつっていうことなんでしょうね。なるほど、はい、まあ、チャンピオンはそれぐらいのね、そうですね、はいいんでしょうけど、はい、ただそう思われてる瀬戸選手も黙ってられないでしょうから。腕を固めてますよ。そうですね、切り返して今、はい、瀬戸康史がバックをガーってるというところですね。はい、おっと、さあクレーにブレイク、瀬戸康史。初防衛戦ですから、まあ、緊張もありますでしょうね。そうですね、やっぱりこのピーンと張り詰めた空気がいいですね、やっぱり。ですね、じっくりお互いを知り合うようなグラウンドですね、探り合うようなグラウンドがいいですね。瀬戸選手の体の張りも素晴らしいですね。はい、グッドシェイプですね。瀬戸康史がチャンピオン力丸を押して、ここに回る。うわうわ、ちょっと今までちょっと音が違いますね。違いますね、ちょっと得意ですから。コスチュームの上からあの音ですからね、はい、どうしてもな、チャンピオン笑ってもらうな。リキマル、リキ上がれ、リキ。結構珍しく瀬戸選手感情むき出しにしてます ね、 すね。あんまりこう声荒げたりしないんですけど、これも寡黙な、そうですね、パワーファイターという感じします、ね、今回の気合が結構浮かべますね。のどもと行きますよ、のどもとに。あいちゃー、うわー、すごいですね。サイドチョップですね。チョップ一発で流れ変えるのすごいですよ。あー、この中小橋健太さんも出しますね。得意のシンガーチョップですね。ああ、チョップ乗りだ。はい、もう、ショッケやって。聞いてるぞ。力丸！うわー、
ートしますね。さあそしてダイビングエルボー、セカウンド、おっとカウンター数完全瀬戸選手今ペース掴みましたね。これそうですね、年間のベルト奪取も10年越しということですよね。はい、そうですね。さあ100キロの力丸上げれるか、ちょっと上げづらいですよね。そうですね、あの体が悪いんで掴むところがないんでかなり上げづらいんですけど、さあパンチを入れて、さあ瀬戸上がるか、チャレンジャー上げてほしい、パワーはありますのでね、はい、素晴らしい、素晴らしい、いや素晴らしかったですね。はい、ここでホール、おっと関東初、なかなかあの力丸選手を投げ切れるというのはいないですからね、うちに。おっと特に X マジックが肘を入れてる、おっとで、さあチャンピオン力丸がフロントネックロックですね。はい、スーセツネスちょっと焦っ、仕掛けが早かったかもしれないですね。得意のエクスプロイダー狙ったんですけど、そうですね、うわーっと体重が乗ってますね。エルボーも体重乗ってからきついですよ。そうですよね、追突事故ですよこれ。軽自動車で使ってきてるような感じですよね。勢いがありますね。僕もやられることあるんですけど、一瞬なんか目の前が真っ白になるんですよ。わあ、スリーワースラッシュ。あと簡単で、単純に 0.1 トンが上から降ってくるわけですから、そうですね、きついですよ。きついですね。100キロはあるんでしょうけども、動きも速いですよね。そうなんですよね。アマチュアって体を鍛え抜くっていうのがかなり厳しいので、もともとこういう体がでかい選手で動けるっていうのはすごい最強ですよ。そうですね、動けるデビューはアマチュアで最強って言われてますから、はい、ゆっくり絞って今呼吸を整えてますね、リクマル選手。そうですね、はい、カウンターで投げてきましたね、スローダーですね。チャンピオンの力丸の保護者の戦い方ですね。そうですね、いやー、おーっと、スローダー生き抜きましたね。そうですね、はい、ラジェリーナの飛び方ですよね。はい、おっと、ここは瀬戸越ラリアット狙いですか。かなりいい入りでしたね。そうですね、出て出し出し行き場に出せませんね。おっとショートレンジは返されちゃった。うわ、おっとカウンターのティルトスラムですね。あ、チャンピオンですね、はい、おっとここで場外に出しますね。収まりください、高いですよ。そういうところでラフが入ってくるとやっぱりチャレンジはきついですよ。そうですね、はい、こういったところでスタミナが消耗してしまうんですよね。さっきの関東の選手とかもそうですけど、力丸選手ももともと関東なんですよ。そうなんですか。おっと危ない、こういうねラフとテクニックをよく使い分けますよね。あ、なるほど、はい、リハイラフですね。おっと壁危ないですね、これきついですよ。セットがちょっとですね、返してますよ。おっと、はい、気をつけて。おっと、鉄柱にラリアット入れてしまいましたね。これかなりきついですよ。力丸狙ってたかもしれないですね。そうですね、はい、チャンピオン狙ってましたよこれ。いやこれちょっと、あー痛めた右腕に、あーチャンピオンがこうですね、厳しい攻撃。あー無理かですね、痛めた腕を徹底的に狙ってますね。そうですね、はい、
あ、場外戦でリーガー、リーガー、リキマルノリオ、またちょっと嫌だな、これ見たくないな、腕、あ、痛いよこれ、腕、手中に打ちつけましたね、今リカバリ、リカバリ、はい、さあ、チャンピオンのちょっとロープを使って、あのウリカですね、さあ、初防衛戦のリキマルノリオが優勢に試合を進めております。これ完全流れが変わっちゃいましたね。アームロックですか、はい、あのフォールに行って肩が上がったところをあの腕取りに行くっていうすごいやらしいですよ、完全にあの防ぎようがないですから。なるほど、はい、で体重もかかってますからね、ちょっと上に体重乗られるだけでもきついですよ、スタミナ奪われますよね、やっぱり。そうですね、徹底的に狙ってますね。くっつけて、おー、腕にボディースポーツ精神ですね、はい、あっという間にこれがっちり決まってますね。あー、ロープ近い、ロープ逃げてほしい、セットポーシー、おっと、ロープブレイクですね。あー、ちょっとチャレンジャー、セットポーシー攻め込まれてますね。セット、得意なラリアット封じられるとチャレンジャーきついですね。そうですね、大変だよ、わっと来るぞ、来てくるぞ、バックドロップの体勢から前に投げました。セーッと、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 どうした、これ今まで珍しいですよ、ライブゲームは今まであんまりやってなかったんじゃないですかね。なるほど、はい、結構飛距離ありましたね、はい、セーッと、あの体であそこまで飛ぶんですね、ボケるだけじゃなくて飛べるデブですね、すごいですよ。うわ、これも厳しいグリップ、投げた後に体重かかってるんできついですね、これ。さあ、そしてチャンピオンはフィニッシュポーズですか、はい、さあ、セカンドロープ登りますね、何でやってるんでしょうか。よし、とエッジ逃げです。ここは瀬戸チャンスですよ。おっと、なんだなんだ、これ危ないぞ、うわラダレシュエクスプーザーですね、ぶん投げましたね、はい、ちょっとセットチャンスじゃないですか、はい、かなりチャンスですね、チャンスチャンス、さあ畳みかけてほしいですよ。さあ、チャンピオンリキバルもブロッキーか、リキバル、うわー、さあダイビングリーダー、チャンスチャンス、いけいけいけ、ほら、ここチャンスですね。さあ痛めた腕でナイスだ、おっと、うわー、スパークリーヒッター、ランニング式のに返されましたね。カウントアップ、カウントツーです。よし、セット。さあ、チャレンジャースの10年越しのベルト足なるか。さあ、ベルト目の前ですよ、これ。また特にリストクラッチ式じゃないですか。リストクラッチ式じゃないですか。リストクラッチして。きれいに投げ切りましたね。投げ切りましたね、これ。あっという間に惜しいな、今決まると思ったんですけどね。あっ、ここは瀬戸康史チャレンジャーチャンス、うわー、膝ですね、そして、わー、おお、ここでローリングゴールですか、現在、おお、さあ、今後、まあ、裏剣だ、あのウィンリーダーは裏剣狙っていけないだったんですね、今まで本当にウィンが作ってなかったんですよ。そうですね、はい、さあ、セットコールになってますよ。さあ、お互い厳しい攻撃、いったー、おっと、あっと、サポート外しましたね、小島サブシ選手みたいですね。あーっと、その腕に前入れるんで、あー、痛めた腕より力丸が、うわいや、痛めた腕で、ラリアット、ラリアット、握りいった、左右行きましたね、左右行きましたよ、力丸、うわリキュアルのコーナーが縦に揺れてま
ありがとうの瞬間に、はい、あのね、腕痛められてましたから、はい、その分ちょっと威力が落ちてましたかね、そうで返されたかもしれないですね。いくぞー、よし、さあ、行くぞ、サンプル欲しい、行くぞと言った。さあ、何をやるのか。おっと、セコンドにつけて、お、これ秘密兵器じゃないですか、これ。これ予告、僕に予告してた技ですね、これ。リストクラッチ式の、おっと、抱えた、抱えた、おっと、リストクラッチ式のバーニングハンマー、ボールです。え、履いてないですか。あ、そうですか。うわー、バーニングハンマーですか。リストクラッチ式ですから、なるほど、取れてないはずなんですけどね。チャンピオンの力丸の動き止まってますね。はい、頑張れ、チャンス、引っ張ってみましょうよ。うわぁ、力丸、力丸のここでスリーパーホールド。あ、チャンピオン力丸、スリーパーホールド、リング中央。おっと、得意のコブラクラッチだ。やったー。おっと、ちょっと生徒講師の腰が落ちてきましたね、これ。散られてますね。はい、セット、あと、取り戻した。おっと、危ないですね、簡単そうですね。はい、コーナーを使って丸め込みましたね。もう一回、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 簡単そうです。さあ、セット、もう一回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 、行きまる。今急に決まりましたけどね。苦しいのお前だと分かってくれよ。ここ乗り越えるぞ、チャンプ。なんだろおい、絶対チャンプね、チャンプ。タイトルマッチ本日の名イベント、何度は行くぞ。あれ、これ瀬戸10本決まる。これは初防衛戦です。絶対ビルズって言った。わーっと簡単で超クズームですか。第16代王者が初防衛に成功しましたね。ああ、初防衛ですね、おめでとう。